どこに行こうかな。遅く。おじゅ。よし、出かけよう。どれを作ろうか。ビビッとくるのは、ビビッとくるのは。けど見るのは初めてだわ。え、そうなの？これってどんな道具なの？そうね、パーソナルキーよりも上位の権限を持った鍵よ。上位の権限？私はフェルスガラクセンのオペレーターだから、基本的にフェルスガラクセンの全てを掌握してるの。でも、あの扉は私の権限の範囲外にある。あれは、もっと上位の権限がないと開かない。おそらく、エヒトガラクセンの倒壊による誤作動で閉まったのでしょうね。でも、このオーソライズキーがあれば、あの扉を開けられるってこと？ええ、その通り。と言いたいんだけど、ダメなのよ。え、どうして？鍵があってもダメなの？ええ、私にはそもそもオーソライズキーを使う権限がないの。じゃあ作ったはいいけどこの鍵は使えないってこと？ええ、そうなるわね。そんなのあんまりだよ。マーナは一体何を考えて。大丈夫、マーナのことだもの、きっと考えがあるのよ。さあルルア、それを確かめるためにもマーナに会いにオルトガラクセンに行きましょう。うん、そうだね。悩んでてもしょうがないもんね。よし、それじゃあオルトガラクセン目指していざ出発。どこに行こうかな。目的目的っと。
はよう。これ。これでわ。あり。どこへ行くの？油断だけはしないようにな。ここにはまだ未開の場所も残っている。強力な魔物も多い。開けこま、くれぐれも気をつけろ。
みはなんだ？中身はなんだ？開け5番！開け5番！中身はなんだ？開け5番！開け5番！持ってきたか？うん、バッチリだよ。でもマーナ、スティアから聞いたよ。その鍵、作ったはいいけど使えないんでしょ？一体どうすれば？心配するな。私が無駄な努力をルルアにさせるはずないだろ。使う権限がないなら権限を付与すればいいだけ。それができるのはもう私しかいないからな。え？マーナ、どういうこと？ルルア、教えてやろう。どうして私が機械文明のことに詳しいか。しまってすまないな。だがこれが私の本当の姿だ。私はマーナ・オルト・ガラクシア。このオルト・ガラクセンのオペレーターだ。オペレーターってことはスティアと同じ？ううん、同じじゃないわ。マーナは私よりも上位のオペレーターよ。ああ、しかもシャルムの権限は私が引き継いだ。つまり今は私が最上位のオペレーターというわけだ。最上位のオペレーター？え、マーナが？ああ、すごいだろ。いいかルル、今から私の権限をスティアに移譲する。それぞれのガラクセンの制御装置はそれぞれのオペレーターが一番詳しいからな。制御室にはスティアが行った方がいい。そこでお前たちには少し手伝ってほしいことがある。うん、いいけど、どんなことをすればいいの？私を倒してくれればいい。私が弱ることなんだ。え？マーナと戦うってこと？いや、ダメだよそんなの。だって
としたらマーガが大丈夫だよルルアちゃん、その心配は無用だ。彼女は別名マシーナ・オブ・ゴッド、かつて栄えた機械文明における最強の機械だからね。面影があると思っていた。やはり君はそういうわけだ。まあ手加減はするがあまり上手ではない。だから全力でかかってくるがいい。さあどこからでも来い。それはどう？追い打ち！追い打ち！
のっておき見せちゃおうかしら。避けられる？はあ！一気に決めるわよ。せーの！
なるなる。多分うまくいってるね。これでいけそうかな。
うまくいってるね。こんな感じで大丈夫？これで平気？隠し味は。こんばんは。これでよろしく。これ以上。わかる。気を。
るかな。何を作ろうかな。
これで。
し味は。こんな感じで大丈夫？これじゃなくて。これじゃなくて、これで隠し味は、それ！どこへ行くの？ここに行くのね。油断だけ。よっちょ今日も俺の怒りは輝いてるな。怒りを武器にするなんて、ニコさんって本当に変わってますよね。中身はなんだ？中身は何だ？開けゴマ！開けゴマ！中身は何だ？
きありだ。ドカンといくよ。もう許さない。
たいよ。おりゃこれならどうだ。
よ。まだまだこれから。あたしのとっておき見せちゃおうかしら。避けられる？はあ、一気に決めるわよ。せーの、これならどうだ。ふっ、はあ、うっ、ぐぬぬぬ、これで。こんな時はうっ、いてっ、いてっ、オペレートアタック。やだ、こいつも受け取れ。追い打ち。うっ、もうダメ。うっ、うそ。えっ？